まず一番神社の奥にある金丸みこし、これが一番古いおみこしです。そしてその鳥居の近くにある途切れてるおみこしが伊予国屋みこしといいまして、日立銅線の木の腕を作る木工の皆さんの寄付のおみこしです。そして左側にあります神社から向かって左側のおみこしが金丸みこしの一番人気の高いエリザベスみこしといいます。その産地がお大師様に向けて担ぎ出されます。12時を予定しております。担当担がれる皆様はその周りに待機をお願いをいたします。金丸みこし、紀伊国屋みこし、エリザベスみこしの産地が御霊入れを終わりました。今日は花の吹雪の中で大変天気の良い恵まれた花丸祭りになりました。いつものがいっぱい売れてます。いつが Thank you.
今日もたくさんの皆様においでをいただいております。